精神科医カバサワ師のカバチャンネル、今日は国際セルフエステ協会代表理事出口彩さんと一緒に進めていきたいと思います。はい、ロッフィーさん37歳女性、子育て仕事に毎日忙しいのですが、美容アンチエイジングも気になります。セルフエステとは具体的にどういうメソッドなのでしょうか。はい、私もともとエステシャンなので、やっぱりいらっしゃるお客様っていうのは、どうしても富裕層の方だったりとか、時間とかお金に余裕がある方っていうのがやっぱり多かったんですね。でも女性であれば誰でも今よりちょっとでもいいから綺麗になりたいという気持ちはみんな持っていらっしゃると思うんですね。じゃあエステに来れない方でも綺麗になれる方法ってないかなっていうので、私今まで2万人以上こう人を触ってきてるので、いろんな勉強してきてるんですが、その体験をこうまとめて、でただプロの方にやってもらうのではなくって、一般の方っていうのはリンパとか筋肉知らないと思うんですよね。でそういう方がやっていただいても簡単に、だけど簡単だけで例えば時間がかかるっていうと皆さん続けてくださらないので、はい、じゃあこちらではですね3分で効果が出る、でこちらですね30秒で効果が出るというものを作ってます。でなぜならばやっぱり女性って育児だったりとか家事だったりとかお仕事とかもされてるとすごく皆さん忙しくて、なかなかこう自分に手間をかけてあげるっていうことがね、できないんじゃないかなと思います。でそういう方に本当にもう30秒だけだったらできるでしょっていうようなものをたくさん集めて、自分でできるようなケアのことですね、これがたくさん詰まってます。はい、なんか一つありますかね。じゃあちょっとまぶたのたるみ、まぶたのたるみを解消する方法なんですが、やり方としてはですね、この眉毛の上っていうのは周鼻筋という筋肉があります。でこの筋肉がですね下がってくると、どうしてもこうまぶたがこう下に下がってくるので重たい感じになってしまうんですね。なのでこの周鼻筋をこう引き上げてあげるようなやり方なんですが、すごく簡単です。ちょっとこうやって指をですね、人差し指と中指と薬指をこう曲げてあげて、これを眉毛の下のところにこう当てます。そして目をグイーッと見開かせて上に上げる感じですね。はい、でこのまま左右にゆらゆらゆらーとやらせてみてください。そうですそうです、そういう感じですね。ちょっとこう目が疲れてる方とか、ここを押すだけでも気持ちいいんじゃないかなと思います。こういうふうに引き上げて揺らしてあげると、変わる方は眉毛が1センチぐらいこう上に上がったりとかします。通常の場所にこう戻っているんですね。でこんな感じにやっていただくと良いかなと。なるほど、はい、結構そんなんで元に戻るのかよっていうふうに思う人も多いと思うんですけど、基本的に人間の機能でホメオスタシスっていうですね、恒常性って言って、要するに同じ状態を維持させようっていうのが人間の一つの働きにあるんですね。だから多分こうやってあげてあげると、あげた状態を今度維持しようっていう部分のね、人間の働きがあるということですよね。だからそれこそ30秒でもこう上げてあげると、またそれを状態を維持しようっていう働きがおそらくあるということなんで効果が出るんですよね。はいはい、あとは体を鍛えるのと全く一緒なんですね。顔の筋肉も鍛えてあげることによってしっかりと引き上げてくれる。顔の表情筋の筋肉が衰えてるので、たるみとか起こってくるということですね。そうなんです。表情筋の筋トレということで、ね、そうですね、そうです、そうです。さっきのようなこういうことでも筋トレになってるという、なってます。そうなんですね。はい、なるほど、なるほど。そういうふうにセルフエステ、自分で簡単にできる運動もありますよということですね。こちらの本の方にはたくさん書いてありますね。何個ぐらい紹介してるんですか。セルフエステのテクニックは25個ですね。25個ね。はい。25個いろんな方法が紹介されてて、630円なのでですね、1個でも効果があればもう元を取れますね、これね。まぶたのたるみ取れればね、630円で、こんな安いものはないかと思います。はい、精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル。毎日の動画を見逃したくない方は、チャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。